こんにちは、山野楽器です。今回はテナーサックス用の定番リードと、あとは新素材リード、こちらのリードの比較をやっていきます。動画ではどうしても響きでしたりとか、実際のバイオの成分などというのは少しスピーカーやイヤホンを通してでは分かりにくいので、他の楽器のリードの比較の動画と同じようにイコライザのアプリを使ってリードの比較をしていきます。まずは定番のケーンのリード、バンドレンのトラディショナル青箱と、樹脂リードの定番レジエル、それから2019年に新たに発売された新素材のリード、アンビポリリードのジャズとクラシック、以上の4種類を比較していきます。こちらのアンビポリリードはいわゆる樹脂リードにはなるんですが、こちらのリード用に開発されたアンビポリマーという新しい素材を使っています。で、樹脂なんですけど吸水することで素材自体の密度を上げて、結果的に音の密度も上がるというようなメリットをもたらしてくれる新しいリードとなっております。それではまずは定番の2種類、バンドレンの天然系のトラディショナル3半とこちらのレジエルシグネチャーカットの2つの音をお聞きください。まずは定番バンドレンのグラフを見てみると、あんまりこうギザギザっていうよりかは少しなだらかなこう山形のグラフに見えます。で、幅もそこまでこう広くないので音自体のまとまりっていうのがすごく見える印象です。で、ギザギザがない分音の角も取れて、いわゆる天然剣らしい優しい音の印象になります。で、そしてもう一つ、こちらのレジエル、こちらの場合グラフを見ると少しギザギザっとした感じなので、ちゃんとこう音がはっきりクリアになる印象になります。ただこう幅もしっかり広いので、あんまりこうツンツンした感じ、鋭い音っていうのには聞こえないような感じです。次は新素材の2種類、アンビポリリードのジャズとクラシックの音をお聞きください。はい、新素材リードの音でした。まず音だけで比べると結構ジャズの方はカリッとした感じ、ちょっと角があるような音色に聞こえると思います。で、ジャズの方はやっぱりグラフを見てもちゃんとトゲトゲがしっかり立っていて、音の輪郭がすごくはっきりした感じですね。ただ倍音の成分も見てみると横幅もしっかり広いので音は太い感じですね。なのでバンドとかでトランペットとかドラムがボコボコっと鳴ってる中でも埋もれずにしっかりと自分の音を立たせられるような印象です。お次のクラシックタイプのアンビポリリードは、音は結構ジャズに比べると柔らかい印象にはなるんですが、普通の天然の K のリードと比べるとグラフは若干山形がしっかり立ってるような感じです。ただこのグラフの下の方、ここら辺の密度っていうのがしっかり濃く出てるので、バイオの成分がすごく豊かで太くはっきりした感じですね。続いてこちらの樹脂リード3種類の吹き心地の比較なんですが、一番吹きやすい、あまり抵抗感がなかったのはこちらのレジエルでした。なので軽く楽に吹きたいよっていう方はレジエルはすごくおすすめです。で、逆にアンビポリのリードの方は若干抵抗感を感じました。特にクラシックは一番抵抗を感じたような印象です。なのでしっかりとうって吹き込みたい方はもうクラシックはすごくいいです。で、ジャズの方は輪郭はしっかり立つんですけれども、
こちらも抵抗はレジェルより若干強めなので、まあ、こちらも吹き込みたい方、輪郭を出しつつガリッとただ太く鳴らしたいという方はもうアンビポリーのジャズ、こちらの方はすごくおすすめです。いかがでしたでしょうか。天然の K のリードもすごくやっぱり音色とか吹き心地っていうのがすごくよくって、まあ、吹き慣れている方っていうのはやっぱり少し樹脂リードに対して何でしょう、まあ、抵抗感っていうのをちょっと感じている方も多いかと思うんですけれども、実際吹いてみるとあんまりこう違和感っていうのがなくって、あんまりこう例えば乾燥する季節とか逆に湿気がすごく多い季節なんかにはリードの状態変わりやすくて悩んじゃうなっていう方にはこういうのが1枚あるとすごく便利になると思います。天然の剣のリードの種類もすごく増えてますが、かなり樹脂のリードも進化しているのでぜひお試しください。今後もいろんな楽器の、まあ、リードでしたりとか、まあ、便利なグッズなど動画でいろいろご紹介できたらと思いますので、よろしければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。